佐藤です、えー、聖書1日1章の時間となりました今日はこの聖書の、えー、旧約聖書の書予言書の補正書の、えーえー、3章ですね。えー、では早速補正書の3章を見ていきます。えー、補正書3章、えー、主は私に仰せられた。再び行って私に夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。 ちょうど他の神々に向かい、えー、星ぶどうの歌詞を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は、えー、銀15、えー、シケルと大麦1褒めるはんで彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところにとどまって、もう会員をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。 それは、えー、イスラエル人は長い間、王もなく、主張もなく、いけねえも、石の柱も、エポデも、テラフィムもなく、過ごすからだ。その後、えー、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と彼らの王、ダビデを訪ね求め、終わりの日におののきながら、主とその恵みに来よう。えー、感謝いたします。えー、短いですけど、 以節から5節までですけど、えー、星はその3章でした、えー、この聖書の御言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書あなたのもとにマ、えーま、すアートの聖書1日1章でした、えー、このマすアートの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いします、えー、一緒に聖書を学ぶお友達も募集しています、えー、よろしくお願いいたします次回の聖書1日1章、えー お世話所でお会いいたしましょう。ま、スタートでした。終了現実。パッションプレゼン。シャロムシャロムシャロム